はい、ということで町村、はい、町村ですかではない、ではない、はいはい、9月30日なんですけど、はい、大阪のポップアップから1週間経ちまして、またあの方々に会いに行こうと、はい、例の方々ですね、はい、まあ、これもうこのね、アングルで始まったら大体そうなんですけど、はい、すごいっす、やっぱ、はい、あの2名そうですね、あのイベントから休みなしで走り続けて、そう福岡店ということで展示会なんですよね。そう、その後イベントもあって大阪店があって、はい、その後福岡に来る、すごい、もう頭下がります、先輩なのに。はい、はい、ということでこちらドドン、グッドの展示会にやってまいりました。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー。こんにちは、お邪魔します。お邪魔します。どうも先輩、お疲れ様でした。お疲れ様でした。イベントからまだ1週間しか経ってないですね。ずっとイベント明けから大阪店でお互い歩きっぱなしで。そうです。さすがですよ、大阪さん。達人ですもん。すごい。はい、今回はですね、はい、来年の25年、はい、ミッドサマーということで、ミッドサマー、はい、あの、まあ、成果ですね、はい、まあ、夏の後半に向けて、うん、ちょっとこう様々なちょっとデザインを乗せた、はい、商品いっぱい取り揃えた展示会になってます。なるほど、じゃあもう本領発揮ですね、はい、グッドオンの。そうですね、はい、で、まあ、これだけね、夏暑いですから、長いですからね、 T シャツ以外着たくない、はいはい、ということで、本当バラエティに富んだ、うん、はい、デザインいっぱい入れてますんで、はい、今日お二人にたくさん見ていただこうと思います、はい、お願いします。お願いします。まずお願いします、はい、まずはね、こちら、はいですね、あの記憶に新しいかと思うんですけれども、はいはい、これワイパーさんでもね、はい、販売していただきましたこのヒョウガラスね、はい、去年はねこの2色で展開をしていただいたんですが、はい、なんと、はい、新しいこの番長が持っている T シャツ、はいはい、が新しく、うん、かわいい、かわいいですね、レオパードやっぱいいっすよ、はい、いいっすね、惹かれちゃう、うん、あとは、うん、さらにもう一色、はい、新色が増えます、うん、はい、チャコールですね、チャコール、はい、来年はこのアイボリーとチャコールと、はい、このブルーの3色展開の、うんうん、T シャツ、この解禁シャツ、はい、あとショーツ、ショーツ、はい、ーこの3型でいこうかなと。いいですね、この、はい、夏らしい感じで、はい、遊びが。でもこれあの定番でやってる、うん、あの 5.5 オンスっていう本当あの T シャツ生地なんで、うん、はい、本当に暑い夏でも、うん、あのこうね、上下もう着やすいと思うんで、うん、はい、でさらにねこういう柄が入ると、うん、もう涼しくて、うん、こう柄も相まってね、うん、あのコーディネートこれでもう完成するんで、ですね、もういいですね、楽しておしゃれができると、はい、いやこれ最強じゃないですか、はい、素晴らしい、すごい、やっぱこう後染めもしてるんでね、うん、まあ去年も言ったかな、あのこうプリントしてるんですよ、うん、これあの生地に、でこのプリントにもあの色がかかってるんで、うん、はい、全体的にやっぱプリントがこう、うん、なんていうんですかね、プリントが乗ってこうくすむんで、うんうんうん、派手な柄なんですけど、まあ、だいぶ着やすくなってると思いますね、うん、あ確かにこのね、この下地がなんかちょっと黄みがかかってるっていうか、要はこう下地になってる色で染めてるんですよ、うんうんうん、だこの新色のチャコールなんかだいぶ派手なの嫌だよっていう方もだいぶ着やすいんじゃないかなと思います。そうですね、はいはい、続きまして、はいはい、こちらダブルパイル、これもう、はい、うちのウッディが大好きで、ウッディ大好きでしょ、2着持ってるんです、2着持ってるらしいです、はい、本当、そうなんですよ、うん、黒とインディゴ染めのやつ、さすが、あのよく着てるもんね、そ そうなんですよ、はい、でなんと、はい、シャーツ作っちゃいました、はい、しかも色がいい、はい、色がいいね、これあの無地でやってる同じパターンを採用してるんですけども、はい、うんうん、まあ、これもね暑いですからね、はい、やっぱシャツ着るっていうとなかなかのこう暑さになっちゃうんで、はい、これ想像してください、はい、タオルなんで、そうですよね、そう素肌に来たら、はい、もう汗吸っちゃいます、いやめっちゃいいですよね、めちゃ気持ちいいですよね、サラサラ、うん、はい、もうこれ上下でいったら本当のこの福岡のねこの厳しい酷暑も乗り越えられるんじゃないかな、はい、いやいや、しかもなんかこのビタミンカラー的なカラーで、ね、これめちゃめちゃいいですよね、元気でそうな、はい、そうなんですよ、かわいい、これ色がパワーアップしそうですよ ね、うん、ちょっと夏な感じ、中村さん、はい、赤好きなんで、ね、いいですね、しかもちょっとこのフラミンゴ調のね、だいぶ陽気な親父ですよねこれで2人やろうか、陽気な2人やなおいいやいや、けどそんぐらい、はい、明るい気持ちになれるっていうのは素晴らしいと思う、夏でも、いやね、だから倉庫行くときとかいい、いやこれマジでいいっすね、めっちゃいいっすよね、これ本当にいいっすよ、うん、じゃあ俺今年黄色かな、これ黄色好きだな、いやいやこれでしょ、赤これ、まあ、赤じゃん、赤ちょっとチャレンジ、あと番長、はい、黒もあるからね、まあ、コンボ、はい、まあ、まあそうですね、
奥くん、これはもうシークにね決まりますね。あ、けどこっちもなんか涼しげなミントブルー的な。いいですね、これも、うん。まあ当然ね、セットアップでもいいですし、はい、まあバラバラでコーディネートしていただいてもいいですし、はいはい、まあとにかくね、このタオル生地のシャツっていうのはもう羽織ってもすごくこう暑い夏でも着用しやすいんじゃないかなと思ってます。そうなんですよ。なんかもうね、ダブルファイルを何年前からもうずっとね、うん、出させていただいて、はい、こう本当肌触りがマジで抜群にいい。また増えますね、これじゃあ三色目が。これは最初の1色目ですけど、これでいったそうですね、どっかのなんかね、あのビタミンカラーを入れてみようかな。いや、いいと思います、マジでいい、これ、はい、かわいい、はい、あとは、はい、もう T シャツ1枚で、はい、こんだけ存在感があれば、はい、もう他にコーディネートいらないだろうと、はいはい、まあ、これ毎年やってますけどね、はい、パッチワーク、はい、かわいい、これ中村さん持ってるのは、はい、これ本当にこの色を生地で染めて、はい、この裁断してパッチワークにしてるんで、こう裏見ていただくと分かるんですけど、これはかなりの職人技になってますね。これしかもなんか使ってる生地が種類が多いから、これだけ高いんじゃないですか。いや高いですよ、これは。これはいくでしょう、さすがに。まあこれ本来色見本みたいな形でディスプレイしてたんですけど、なるほど、確かにありましたね。はい、そう、これ欲しいって声が非常に多くてですね、ここ数年ちょっと商品化してるんですね。すごいね、まあこんな派手なの誰が着るのかなっていう感じなんですけど、意外と結構人気が高くて、まああとはちょっと今回はこの着やすいシリーズっていうことで、この色が付いてますね。番長が持ってるのが白と、あとうちのピグメントブラック、この2色を使ったパッチワークですね。これワンズのスリポンっぽくて、確かにいいですね。そうですね、これはもうね、中村さんにぴったりじゃないですか、これ。あるわ。もうね、こっちが中村さんで、こっちは番長だな。あ、じゃあこれが広沢さんですね。派手だね。やっぱりね、こんな確かにイメージ的に。こっちはインディゴなんですよ。びっくりしてます。はい。あ、これインディゴ染めなんですね。そう。すごい。インディゴで染めた状態がこちら。はい。で、それを、シェーブした、加工したのがこちらで。はい。その2色をパッチワークにしてるっていう、ちょっとグッドのインディゴのなんか魅力にね、はい、どっぷりカメラに向かってそうグッドのね、なんかこのインディゴ染めの魅力にどっぷりハマっちゃってる。ハマってるよね、マンチョ。インディゴ染めだけで2色、これもしゲットしたらもう3色目。すごいですね。いいっすよ、やっぱインディゴ染めって。やっぱだけど面白い、ここもすでにここも遊び心の塊でしたね、はい、このそう。でもね、これだけ遊び心があって、はい、やっぱり着心地も良くて、はい、まあ、T シャツ生地で、はい、やっぱ1枚でコーディネートできたら、はい、夏本当にいいんですよ。いや、いいですよ、本当に。ミッドサマーですから、ちょうど夏に、ね、夏バテが始まる時期ですから、こう色でやっぱりそう、ね、爽やかさを気持ちで、うん、気持ちだけでも盛り上げていこうということで、確かに素晴らしいラインナップです、はいはい、素晴らしいですね。あとこちらからが、はい、プリントになってますね、はい。このプリントがなんか多い気がしますね。そうなんですよ。だからさっき申した通り、はい、やっぱりね、こう暑いのでね、はい、いろんなこう、まあ、グッドムジはね、たくさんいろんな方が着られるので、はい、まあ、そういった方たちが、まあ、着られるように本当バラエティに富んだデザインを今回入れてるんですけれども、はい、まあ、あの定番のロゴ系はロゴ系で継続してるんですけども、はい、新しいデザインに関してはちょっとテーマがありまして、はい、ちょっと音楽をちょっとこうテーマにして、はい、まあ、デイリーできる T シャツにやっぱこう、はい、なんか音を感じられると、はい、なんかそれだけね、なるほど、こうハッピーになるかなということで、はい、まずこちらね、はいはい、鳥さんが歌ってるんですけども、はい、まあ、これはね、はい、僕が大好きなニール・ヤングっていう70年代のニール・ヤングミュージシャンがいて、はい、知らないですか、うん、その中にバードっていう曲があって、はい、うん、まあ、その歌詞なんですけど、まあ、鳥さんが歌ってるよって。なるほど、はい、かわいい。広沢さんの好きが詰まってるってことですね。まあ、内容的には詰まってるんですけども、はい、この図案的にはもうどなたでも着れるかわいい図案になってますので、はい、うん、こう T シャツにグッドンが印字されてるのもいいですね。そうなんですね、うん、はい、こういうちょっとカラバリンが取れてるんで、ね、かわいいですよね、鳥さん、うん、かわいい、はいはい、あとはこんな、はい、ちょっと楽器を演奏してるんですけども、はい、まあ、どことなくこうビーチボーイズ風になってます、ね、はい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 、このストライプのシャツが、はいはい、まあ、これもビーチボーイズの曲名なんですね、はい、このスネアに入ってるのが、はい、すごい、まあ、気兼ねなく着てね、うん、こうなんかこう日々こうリズムを感じながら、はいはい、暑い夏もこう乗り切っていくっていうイメージですかね、うん、大事ですね、はい、常にテンション高くて、いやもう、はい、うちの番長みたいなまさに、はい、どういうこと、いや常にテンション高くして楽しんでるじゃないですか、いやいやいや人生も、まあ、そうですね、はい、楽しむ勝ちですね、はい、ですね、はい、
はい、こちらがあとこれはグッドビニールっていう、グッドビニール、はいはい、あのレコードなんですよ、はい、レコードのことビニールっていう、そうなんですね、そうなんですよ、あ確かにビニール版とかっていうので、はいはいはい、まあね、最近やっぱりこう、はい、音楽ってなかなかゆっくり聴く時間って皆さん取らないと思うんですけど、うんうん、昔はねこう、はい、まあ、我々あれかカセットか、はい、そうカセットですね、はい、まあ、その前はレコードなんですけど、はい、やっぱりこう、ね、ドーナツ場に針を落として、うん、まあね、終わるまでこうじっくり聴いてまたこう、うん、ひっくり返して聴くみたいな、はい、なんかやっぱり日々ね皆さん忙しく過ごしてますから、はいはい、なんでしょう、やっぱりこう日々の生活の中でゆっくり音楽を聴くっていうのは結構大事かなと思って、はい、そのまま返しますけど、はい、一番忙しくですか、はいはい、ないんですよね、福田さんにゆっくり音楽を聴いていただきたいんですけど、はい、あでもほらマラソンしてる時とかさ、あなか結構聴きますからね、はい、っていう意味で、まあ、グッドビニールっていう、はい、まあ、あえてこう日々の生活の中に、はい、だから今スマホとかでみんな聞くでしょ、はい、じゃなくて、まあ、早くのとこ多いですもんね、アナログでこう聞いたらまたいいんじゃないかっていう、はい、そういうメッセージですね、はいはい、確かに人のこと言えなかったな、いやいや一番忙しいトップクラスに忙しいトップクラスに、そう、はい、でこちらも、はい、あいいですね、色がいいから、レコードに続きまして、はい、ラジカセですね、ラジカセ、あいいですね、俺ら年代にこう、はい、ラジカセテーマでね刺さりますよね、はい、若い人はほとんど知らないんじゃないかなって、はい、今またカセットテープ、はい、ちょっと再流行してまして、そうらしいですね、らしいですよ、あそうなんですか、ショックウェーブとか、はい、あのね昔のやつ流行ってるらしいですよ、はい、へえ、でもこれ女性に持たせてるみたいな、あえてこういうちょっとフラガールはもう絶対持たないようなこうラジカセっていう図案がちょっと面白いかなって、はいはい、まあいい音楽を聴いて日々楽しみましょうっていう、はい、そういうメッセージですね、お、またこちらも、こちらもまあ鳥さんなんですけど、はい、あのまあ、いわゆるあのホットストック風って言えばいいんですかね、うんうん、あとこの鮮やかなこのオレンジ、あこれオレンジね、はい、このオレンジはね、はい、もう随分昔に作ってた色で、はいはい、アーカイブからこう、はい、発売します、はい、このオレンジいいんですよね、なかなかちょっと、ね、ネオンオレンジみたいな発色がかなり、ね、うん、あれちなみに中村さんが持ってらっしゃるのは、この秋冬でもリリースになったピグメントアジサイ、アジサイを来年 T シャツでもリリースしますので、はい、うん、いいですね、アジサイとこのオレンジ、これオレンジなんていう名前なんですか、これ P オレンジです、 P オレンジ、そのピグメントね、あいいですね、うん、なかなかいい、これピグメントでこの色出せんの、はい、すごい、あとはね今年ちょっと人気があったからを継続してやってるんですけれども、はいはいはい、まあ、フラミンゴ、はい、フラミンゴ、はいはいはい、この辺はちょっと音楽とは違うんですけども、はい、カメさんですね、アートローライフですね、まあグッドオン象徴してると思います、うん、まあコツコツ、ウサギとカメじゃないんですけど、はい、なるほど、そういうこと、はいはいはい、なアライグマがワニのスーツをかぶってきた、うん、はい、なんかね色使いといい、はい、デザインのタッチがこう、はい、エイティーズというか、ね、なんか懐かしい感じのデザインというか、で彼はコットンモンスター、はい、あれなんですよ、はい、あの今回大阪のイベントでも販売してた、うん、ザ・クルーティー、あクルーティー、はいはいはい、を描いた、うんうん、なるほど、河合さんという方なんで、はい、あのミスター・グッドモンの、はい、あれも描いてる人なんですよね、はい、でコットンモンスター、コットンモンスターと、河合さんのはねうちでも非常に人気なんで、まあそうずっとやってますね、まあ音楽にちなんで、はい、まあ分かる方は分かるかもしれないんですが、アメリカのバンドでシカゴっていうバンドがいて、はい、ああ懐かしい、シカゴ、はい、それのちょっと、ね、シカゴは知ってますよ、結構有名な、そう有名な、はい、それのちょっとこうパロディと言いますか、はい、まあ、シンプルにねあのプリントしてますが、まあ、なんとなく気づく人も気づくでしょうし、まあ知らない方も、まあ、知らなくても私知らないですけど、デザインとして可愛いな、デザインとして可愛い、まあその辺のちょっとバランスを取ってやってますね、ちょっといっぱいあるんで、じゃあちょっといいか、これはこれ何だと思います番長、コットンベルトと言いまして、はい、まあ、これアメリカ大陸なんですが、はい、この色が塗りつぶされてる箇所、うん、はい、で主に綿が栽培されてる、ああなるほど、はい、そういうマップですね、はいはい、でグッドンのロゴが入ってるんですけども、はい、はい、そう本当西の方から東の方まで、はい、アメリカではね、はい、全土で綿が栽培できるんですけれども、はい、まあ、特にこっちの西の方ですね、はいはい、あのテキサスを中心とした西の方で主に、はい、あのたくさんできるんですけども、カリフォルニアはこっちの方はね、はい、カナダが近いんでどうしても寒いんで、要はあの、はい、年間通して、はい、あの気候が安定してるんですね、はい、で程よく寒暖差があって、まあ、丈夫な綿が育つと、はいはい、まあ、そもそもねこれだけ広いですから、はい、すごいでしょう、だからやっぱアメリカは世界一の輸出国なんですね、うん、すごい、はい、まあ、これ来て勉強しましょう、はい、確かに一気にね、はい、そうなんですよ、でこれはね、はい、またちょっと
ガラッとデザインが変わるんですけど、かなりアートっぽいですね。あ、確かにですね、うん、はい、でこれはね、なんとね、はい、あのグッドンの台湾チーム、はいはい、の、はい、スタッフの子が、はい、デザインをしてるんですけれども、まあ、そもそも台湾チーム向こうで販売してるこう商品の中に、はい、その彼がデザインした、まあ、バッグとか、はい、まあ、プリントしたバッグとか、うん、結構ねこうセンスが高い、はい、あ、すごいな。なんか僕は知ってなんか押したかのような感じの雰囲気ですね、そうですね、はい、のようなこうデザインになってるんですけども、はい、で毎回、ね、我々こう福岡の台湾行くんですけども、うん、はい、いつも感心して見てるんで、はい、まあ、ちょっとコラボしても面白いんじゃないかなと思って、なんか、ね、今までとはまたちょっと違うデザインが入ってるんで、全然振り気が、まあ、こうやって見るとグッドオンボディもいろんな柄入れてもありかなっていうのはちょっと思いましたね、うん、はい、すごいですね最近、はい、アジアに、ね、ヨーロッパに、そうなんですよ、世界じゃないですか今、はい、この間香港も行かれてませんでしたっけ。香港も行きましたし ね、今だからヨーロッパ、はい、まあ、パリを中心とした、うん、あのフランスに今40件ぐらいお取り先があって、はい、すごい、もう、まあ、グッドンはね、はい、もう大人気なんで、世界の広沢ですよ、ね、広沢フランス語もボンジュールとかなんかね、なんかフランス語喋らないといけないじゃないですか ねすごいマジで勢いを感じます本当に、はい、まあ、だからその海外もそうなんですけど、はい、あとはそういう海外のブランドさん、はい、って言ったらこの、はい、まあ、これも毎回やってるんですけども、はい、コラボシリーズですね、でついにですね、あのシェラデザインさん、うん、あの、はい、シェラデザインさんでリリースされる、うん、あの T シャツ全部グッドになりました。ついに、なんかやっぱ評判がいいらしくて、すごいですね。そうなんですよ。あ、まあ、で来年シェラデザインさん60周年ということで、はい、まあ、ああいう満点パーカー名品でありますが、はい、うん、まあ、やっぱりねそれに負けず劣らず、あのボディの方もしっかりしてるよっていうことで、はい、まあ、こういった。可愛 いこれ、はい、これいいですね、これ二人はあれですね、シェラデザインを立ち上げたお二方らしいですね、はいはい、いいですねこのプリントもまた、はい、すごいな、まあ、結構こういうポップなものから、はい、まあ、シンプルなこういうロゴから、はい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 、いいですねこれ、まあ、うちねボディのカラーがたくさんあるんで、はい、あとねこのリンガーティーまで、いやでも気づかないうちにグッドオンのボディを目にしてることも多々ありそうですね、はい、そうですね、グッドオンっていうその、でもほらワイパーさんもそうだけど、まあ、イベントのね、はい、T シャツとかたくさん、はい、言っていいのかな、いやいやもちろんもちろん、まあ、そうですよ、はい、そうです、はい、まあ、ありがたいですよね、やっぱり、うん、すごいですねやっぱ。かわいい、うん、結構これ、はい、リンガーシリーズ去年、はい、今年かやってるんですけど、はい、意外と女性の方が、はい、結構変わる、前回もありましたもんね、リンガーね、いいっすね、あとリンガーティーもいろいろありますね、うん、こんな感じで、そうそうそう、でリンガーティー来年この黒っていうのが新しく仲間入りするんで、はいはい、まあ、無地もいいですけどね、はい、デザイン入るとやっぱりなんか、うん、ザ・リンガーっていう感じでいいですよね、いいっすね、かわいい、キャップもセラさんと、そう、はい、S っていう、これワイパーさんでも、まあ、無地販売されてるんですけど、はい、これ意外とあの隠れた人気品番で、うん、あの深からず浅からず、うん、意外と女性の方から人気なんですね、うん、これ、で管理がね、だって洗えるんでしょ、もちろん、まあ、あの芯は入ってますけど、はい、もう側も T シャツ生地なんで、クラウンがソフトだから全然多分管理しやすいです、そうそうそう、うん、でも被っていけばどん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 やっぱこう色もね抜けていきますから、はいはい、風合いは増すと思います。うん、いやアイスロゴとかそうそうそういいですね。で何を隠そう、あの毎年いろんな柄をたくさん作るんですが、はい、一番人気やっぱこれなんですよ。はい、グッドこれです。はい、ああ背中にオンがついてるタイプですね。はい、ああ私も持ってますもん、それはね。はい、で気がつけば毎年色足してってるので、はいはい、まあ、持ってきただけでもこれだけ色がある、はい、これすごいですね、色カラバリが、はい、さっきのオレンジもあって、はい、まあ無限にできますけどね、うん、はい、なんならワイパーさん前職やりますか、バイヤーバイヤーバイヤーこの動画撮影ビクビクしてるんですか、ドキッとしてる、その動画の内容に比例してオーダーがこうね左右されていくみたいなことになってますから今、はい、すいません、はい、下手なことを言えないですよ、確かに確かに、いや、はい、でも空張り全部揃えたらなんかね迫力は確かにすごいですね、はい、ありますよね、はい、4、6、10、10、でもこれ一部でしょ、これいや一部でしょ、全部、まあ、あの全然、はい、いくらでもできるんで、はい、色は、はいはい、まあなんでしょうね、まあ、本当この
もともとね、風合いあるこのボディに、はい、やっぱこのシンプルな、はい、いや、いいと思います。これ確かにね、文字とこの一色っていうのがいいですね。遊びがあるじゃないですか。グッとオンと、はい、前と後ろでようやく完成するデザインってなってるっていう、このギミックですよ、やっぱり。だこれもう20年近く実はやってるんですよ、はいはい、でこれ面白いツアーがあって、はい、それこそもう20年前近くに、まさかほら自分家のね、はい、あのブランドが入った T シャツって、はいはい、まあ着ると思ってなかったので、これもともとが展示会にいらしたバイヤーさんためのノベルティだったんですよ、はい、それがね、そう、はい、またご来店されるたびに、はい、あの着てくださってるバイヤーさんが多くて、はい、でこれ商品化した方がいいっていうリクエストがあって、はい、まあ、ある数年前から一番いいパターンですね。そうなんですよ。あのまかないが美味しいからメニューになりますね。あ、そう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 、みんながお墨付きの声で、一番間違いないやつです、はいはい、そうなんですよね、まあ、だからこのシリーズで、はい、まあ、こういうロゴシリーズはもう、はい、本当にずっと毎年やってますね、はい、これあれですよ、あのジジレイジ書いた、これすごいですよ、このプリントすごいよな、はい、これすごいですよね、本当、こうレフティーアートさんが、うん、はい、レフティアウトさんっていう名前も書いてありますね、はい、でもこれがすごいですね、これ。これはもうだからその製版の時点でこういう版にしていただいてるので、あ、そういうことですね、あと加工ではなくて、そうです、もう版の状態で、これちょっとこう刺さるか、かわいいですね、かわいいですね、これとか、はい、だから本当にこうカレッジロゴとかをね、はい、こういうふうにすると雰囲気上がりますからね、はいはい、すごいよね、すごいですね、こちらエコバッグの、はい、新作なんですよ。新作、これすごいですね。お二人もこれ持ってらっしゃる、こっちはもちろんですけど、はい、これがね本当に評判が良くて、はい、あの社内でもみんな使うんですけど、はい、これまあ本当単純なナイロンのエコバッグになってるんですが、はい、なんとこれ内ポケットがこのグッドンの T シャツ生地を使ったこのポケットになってて、はいはい、実はここに収納ができるんですよ。かぶるみたいなやつですね。これが可愛い。可愛いですね。はい、これ持ち歩いて、はい、もう使用するというの で、はい、でこれがね非常にもう老若男女のお客様から結構人気でして、はい、まあ、それの新作なんですよ、はい。これはこれでまたですね、さっきちょっと見たんですけど、これはこれでいいですよ。しかもここもちょっと T シャツ生地、今回も T シャツ生地なんですけど、はいはい、ちょっとこうスクエアなタイプになってて、はい、まあ、よりちょっとショルダーの形を進化させたっていう、で一応 2way になってて、はい、ちっちゃいハンドルついてるんで、あ、なるほど、はい、短くもいけるし、短くもいける、肩掛けもいけるしみたいな、グッドのプリント入れたんで、はい、あ、全部入ってるんですよ、ここ、はい、本当だ、いいですね、グッドで、このツートンタイプと、はい、あと真っ白タイプと、はいはい、こう全部ブルーのタイプと、うん、全部ブルーのタイプ、うん、かわいい、かわいい、うん、真っ白かこれですかね、だからこういう今日みたいにほら、はい、福岡に出張で来てるわけじゃないですか、はい、でこういう時とかもすごい重宝しますし、うん、お二人なんかこう休日ね、うん、はい、ご家族とお出かけする時とか車に入れといて、はい、結構使うんじゃないですか、いや、かわいいですね、アクセサリー代わりもなりますからね、キーホルダー代わりも、あのデザインがいい、いいんですよ、はい、でこちらがあの定番 の、はい、あのこのベースになっている無地の T シャツなんですけれども、はい、あのまあ、今のシーズンもあの10月なんで、はい、これから寒くなるんですが、はい、あの T シャツあの、はい、ずっとストックしてます、はい、おそらくワイパーさんでも販売してると思うんですけど、はいはい、意外とねやっぱりこういう暖冬ですから、はい、あの冬でもね、うん、あの T シャツインナー T シャツって方多いんですよ、はいはい、ワイパーさんもね、あったかいアウターいっぱい作ってるじゃないですか、はい、だから結構多いんですね最近、うん、でも普通に、ね、あの店舗はだと T シャツやっぱ皆さん1回下げるんで、はい、皆さん結構 T シャツ難民多いんですね冬は、なるほど、はいはい、でうちはもう常時、うん、あの冬の間もこれだけカラーを揃えてストックしてます、はい、っていうのでここ並べてるんですが、はいはい、で既存の中で、まあ、そのやっぱ季節のメリハリをつけたいなっていうことで、うん、まあ、ちょっとこの夏が終わり、はい、この秋ですよね、うん、にちょっと我々で選んだのが、はい、このフォールイズオンっていう、はい、ちょっとこんなカラーをなるほどちょっと選んでみて、はい、まあ、秋っぽく日々のコーディネートに差し込んでみてはいかがですかっていう、はい、確かに色で表現できるそうですね、そうですね、はい、だ夏だとどうしてもね、はい、もうちょっとビビッドなカラーを着る方が多いんですけど、ちょっと落ち着いた差し色に切り替えてあげると、はい、まあ、なんとなく装いも秋冬っぽくなるかなっていう、うんうんうん、はい、
まあ、多分、ね、あのワイバーさんのサイトでも買えると思います、ね。はい、秋めいた色をピックして、ね、楽しめてます、ね。でワイバーさんの秋物とコーディネートする、はいはい、秋冬とかね、はい、T シャツ1枚にしてヘビアウターを着る、羽織るという、はいはい、いいですね。あとここがあのワンちゃんシリーズ。わっ安武大喜びしますよ、ね、これ今みんな大好きだからピンポイントでもう、ね、ドハマりしてます。安武さん犬好きなの？あの飼い始めたんです。あ、本当、ね、フレンチブルドッグを、はい、おそうなんですよ。どっかいるんじゃないかな、はい、ブレブルいますか？あ、これかな、はい、うん、そんな犬好きの皆様が、ね、うん、はい、そうなんです。やっぱ動物シリーズって結構、はい、あのプリントするとやっぱ人気が高くてですね、はい、まあ、リクエストも非常に多いので、はいはいはい、ちょっとまた新しく書き起こしてるんですが、はい、まあ、これワンちゃんたちが歌ってるんで、うん、はい、まあ、こう音楽にちなんで、あ、はい、まあね、はい、こう、はい、犬飼ったことあると分かると思うんですけど、はい、もう家族の一員なんですよ、はい、まあ、バディっていうことで、はい、まあ、それをプリントしてこう歌ってるっていうところ、はい、本当デイリーな感じかなっていう、はい、安崎に言っときますちょうどなんかビードで多分フレブルの方がフレブルっぽい感じがします、はい、でこれバックプリントなんですよ。はい。かわいい。グッドバディ。グッドバディっていうことで。はい。でもね、犬はいいんですよ。本当癒されるから。はい、これ猫ちゃんシリーズはないんですか。猫ちゃんシリーズまずちょっと出てきます。あら、出てくるんですね。もう出てくるんですね。はい。ちょっと安心しました。あとこれだ。はい。あとこちらも。はい。これね、結構もう人気でやっぱり買えなかったです皆さん。これは馴染みですね。ワ、はいはい、イパーさんでもだいぶ売れたので買えなかった方が多いと思うので、はい、バイヤーの方がまた補充するそうです。はいはい、なるほどなるほど。これいいですね。やっぱり、はい。はい、ペットちゃん風なこのね刺繍かわいいですよね。いいですね、うん、はい、まあやっぱ夏場にはね、はい、いいですよね、こういうの、うん、あとこちらがちょっとフォトティーを並べておりますね、はい、フォトティーでこれも今回ちょっと音楽にちなんで、はいはいはい、まあこうレコード屋なんですけど、うん、はい、やっぱビニールイズミュージックっていう、うん、まあ、音楽好きは皆さんレコ、はい、アナログをビニールと呼ぶんですね、はい、あとこんなギターですか、うん、ギターとウクレレかな、はい、はい、これウクレレなんですね、はいはい、これウクレレです、はいはい、4弦のやつ、はいはい、まあ、ちょっと着てるだけでこう音楽が聞こえてきそうな音程になってますが、あとはこんな、あ、いいですね、もう音符になってる、音符、ね、音符になってるという、はいはいはい、あとは作業のリーダーですね、うん、まあ、これはちょっと音楽関係ないんですけどね、うん、グッドン、グッドン、はい、じゃん、ワンちゃんと猫ちゃん、あ、しかもポケティシリーズで、はい、いいですかこれ、はい、ポケットめくりますよ、はい、いるんですよ、贅沢、はいはい、ジャックインザポケットというか、うん、キャットインザポケットというか、かわいい、かわいいですね、猫ちゃんいるんですよ、うん、ちょっと猫ちゃんはねサングラスかけて、はい、ちょっと洒落た感じにしてますが、はい、かわいいですよね、かわいい、かわいい、なんかさりげなく、ね、ワンちゃんもで毎年なんかこうぶら下がってるシリーズみたいなのがあって結構だからこういう大変なんですよ。いや大変でしょ、だって一回ねポケットをつける前にしなきゃいけないから、はい、この裁断物に一回あの、はい、刺繍して、ね、ボディにもしてこう、はい、うん、縫い付けるっていう、これはね結構な技術がないとやっぱりできないんですよ、うん、あとはこういうクジラ、うん、かわいい、これもね一見シンプルなんですけど、はい、結構刺繍の糸がかなりこう盛り上がってるような、はい、そう刺繍にしてるんで、はい、まあちっちゃいんですけど、はい、存在感があると、うん、いうデザインですね。あとは既存の T シャツがぶら下がってたりとか、はい、これもだから実はこれも芸が細かいですよね。つまんで刺繍するんで本当にこうぶら下がってるっていう、はい、あとこの辺も、まあ、定番でやってますが半分グッドンボーイが隠れてる、すごいな。で、あ、これさっきの T シャツのですね、はい、キャップのやつですね。でこれもさっきのキャップに使ったやつですね、はいはい、ここはちょっとポケットに刺繍シリーズっていう感じですかね、はい、でお待たせしました皆さん、はい、
ついに新打ち登場ですか。はい、はい、まあ、皆さんのラスボスですか、はい、ラスボスがラスボス、はい、グッドオンの展示会のラスボスといえば、はい、といえば、まあもう、はい、グッドオンの展示会にはなくてはならない公平太郎さんなんですが、もうみんなお世話になってますですね。メインジャパンもワイパーさんもお世話になってます。先週の大阪のポップアップでも太郎さんのアイテムはめちゃくちゃ売れてました。特にメインジャパンのブースのバッグとか巾着はもうほぼ速乾ですね。でしょ、はい、まあ、買えない方が多数いらっしゃったんで、はい、また作れと、はい、言われた矢先に、ね、今日またさっき言われてたからね。そうそうそう、さっき。もちろん、イベントティムもちょっと、メンバーのバッグのリストックも仕込まれてる。そうです、はい。まあ、いつかはちょっと言えませんが、はいはい、また寺井さんによるプリント T シャツがワイパーさんから発売になると。はい、皆さん、お楽しみにしてください。はいはい、じゃあ、それはこっちを置いといて、はい、はい、こちらが、じゃあこちらが、来年の新作です。はい。でまずですね、タレさんの、まあ、毎年シリーズ化してますが、こうファブリックをこう、はい、ポケットに使用したシリーズで、はい、今回は何でしょう。今回あのクルメ祭り、だから、はいはい、福岡の、はいはい、クルメの、はい、あのモンペの、はい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 、クルメ祭りでちょっといろんな色鮮やかな柄とか、はい、いっぱいあるんですけど、はい、その中でちょっとこの柄をチョイスしたんですけど、はい、これが一応古風っていう部類に限定してるんですよね。昭和初期以前のものが古風っていう部類なんですけど、うんはい、その着物をといった生地を使ってるんですね。よく見つけてくるよね、これね。それでこのなんでこの柄にしたかっていうと、はい、この柄があの文人かすりって言われる、はいはい、あの文人であの物書きする人とかが、はいはい、あの太宰治とかが好んでこの柄を着てたんですよね、はい、まあ、それだけでもすごいんですけど、はい、これの作り方がすごいド変態で好きで、はいはい、この生地を最初折った粗めに折った生地を藍染めしてるんですね、はい、藍染めしてそれを一回解くんですよ、はい、解いて、はい、そしたら止まってる部分と白い部分ができるじゃないですか。 それをまた折り直すらしいんですよ。っていうのでできたのがこの生地で、あーすごい、工程も考えてもいろいろ、はい、縫いは友を呼ぶ、はい、いやいやこれはちょっとなかなかですね。この話聞いて納得した、はい、なるほど、はい、すごいやばいことしてるなと思って、はい、ちょっとこの生地この柄だけをちょっと調節したので、はい、しばらく使おうかなと思って、うんうんうん、っていう変態な記事を偉いさんらしいチョイスが ね背景も含めて、はい、で一応たたき台は、はい、グッドのこのピグメントネイビーにしてるんですが、はいはい、あのさっきご紹介したあの全色に対応可能です、はい、生地はこのオイルシブル、ね、はい、これ一緒です。白でもいけますし、はい、まあ、オレンジでも、はい、まあ、合いそうな色だったら何でもできますので、はい、すごい、すごいやばい、まあ、しかしよく見つけていらっしゃいますね。着眼点です。素晴らしい。テライアイ。いやあすげえこれは。デッドスク生地とかそういう概念なんですか。デッドではないですね。着物を解いたやつを使ってますね。はい、その染める工程、製法が本当にすごくて。すごい。まあ、そこにこれ負けてないですけどね。いやいや。将来言われてるかもしれない。テライアイというと変態がいて、はいはい、その人が作った洋服ですみたいな。そうなったらありがたい。ありがたいですね。ありますね。いやいやいや。ありがたいこれは。いうやつですね、はい、あとはね最近定番になってる、はいはい、寺井さんによる、はい、絞り、はい、絞りなんですが、はい、これも天然の、柿渋を使ってます。ベン、はい、柄で染めてるんですけど、はい、大体染め物って白ボディを使うっていう概念だと思ってるんですけど、うんうん、なんかいや別にそんなのぶっ飛ばしたあの、はい、ピグメントにも染めてみればいいかなと思って、はいはい、提案してみたらすごくいい感じに、はい、かわいいですよね、はい、それでシーズンごとにちょっとその時の気分で、はい、カラーチョイスしてせっかくグッドのカラーバリエーションなんで、はいはい、それでちょっと、はい、シンプルなカラーバリエーションしていきましょう。しかも今寺さんそんなのぶっ飛ばしてって言いました、ね、言葉がなかなかレアな寺さんの口から出てきましたよ。語彙力がなんかちょっとそこが攻めてるぜってことでしょ。いやそういうわけじゃなかったです。出てこなくて言葉がで今年は白のシリーズってやってるんですけど、はいはい、非常にやっぱりあの人気で、うん、ね、色もいいよね、可愛、うん、はい、ですね。なんかどこだタイガーみたいな感じ、ね、お子さんが言ってましたからね。そうそう、ね、強くなれそうな気がする。確かに、はい、ぶっ飛ばしたらこうなったからね。概念ぶっ飛ばしたらこうあとはこういう縦のシリーズと、はい、この寺井さん着てらっしゃる、はいはい、スパイラルっていう感じで、はいはい、まあ、特徴のようなこうちょっと滲むんだよね、はい、そうですね、そう自分であのベンガロスってやるんで、うん、独特な滲みができます、ね、うんうん、だこれがまたね風合いが良くていいんですよ、うん、まあ、いわゆるねアイアメリカのタイダイっていうのがあるんですが、タイダイっぽい感じの、はい、なんかこういうザ、うん、
ね、ジャパニーズみたいな感じの、はいね、日本の感じがちょっと独特なくてますね。いいですよね。あとは本業の、ステンシルプリントですね、はいはい、今回ちょっとそれだけにプリントしたんですね、うん、自分が着るって考えたらなんかちょっとフロントもすごく考えてたんですけど、はい、いやちょっと迷いすぎたんで、あ、じゃあ袖だけにしてみようと思って、はい、で袖をちょっと太めの設定にして、はい、ちょっとボディカラーと合うものをチョイスして、はい、ちょっとそれだけに、まあ、いわゆるああいうフットボールティーに見られる、はい、こうラインをシンプルに T シャツに入れたっていう、はい、だからね、ボディ自体は無地なんだけど、ちょっとアクセントが数字に入ってるんで非常に着やすいですよね、はい、着やすいですね。いつも通りね、しっかりなんか厚みもあるステンシル、はい、しっかり入れてます、ね、なんかポップになりがちなデザインですけど、やっぱトライさんの手にかかることによってちょっとこう落ち着いてる雰囲気になる。そうですよね。そうだから通常だとね、ああいうヴィンテージっぽいこうカラーリングにしがちなんですけど、ね、うん、やっぱこれだけ日々色を使ってるトライさんがやるっていうとこう本当になんかテライマジックですよね。テライマジック。はい、だからクリスマスカラーじゃないですか、パッとに、うん、結構派手でやんちゃなイメージになりそうなんですけど、このなんだろう、落ち着いてるというか。ありがとうございます。ぶっ飛ばしたらこうなる。めっちゃ気に入ってましたね。いいだけ。本当に最高のポジションですか。もうその通りですよ。テラさん色に染まるというね。そうそうそう。すごい。テライマ見てもね、何度見てもここが、何度見てもね、この裏のね、染み込ませる。ここがやっぱもう寺井節ですよ、これ。そうですね、すごいですね。上げるね、今日これステージでやってみようね、はい、上げて上げて仕事頼むっていう手口、はい、じゃあお願いしましょう、はい、撮影前にね、そうそうそう、スケジュールが、はい、そしてもうこのパンツ、まあ、そうですね、パンツといえばもうね、はい、前オランダ軍のパンツとしてはなりましたけど、そうですよ、はい、ね、もう体感してらっしゃる方も多いと思うんですけど、はい、これはもう本当に画期的です、はい、今までねよくみんな思いつかなかったかなっていう、ありそうでなかったそうですね、いやすごい、でもねやっぱこの感覚なんですよ、はい、やっぱりこうピッチャー場がね、はい、なんかめちゃくちゃ遅いもんね、普通だとこんな打たないもんね、そうですね、はい、ここだけにしてるだけですね、はい、もうそうそうそう、はい、これが一周ぐるりとウエスト回ってるんで、はい、ほんと均等に形よく縛れるんで、デザインの確かにね、これは本当にすごい、うん、使いやすいですし、長いのも何気にいいですもんね、そう、はい、垂らした時にね、このコードストップがコードのエンドがね、そうアクセントになるんですよね、そうなんですよ、はい、まあ、だからね、まあ、うちはこうやってあの寺井さんが展示会ごとに、はい、まあ、日々集めていただいた、はい、こうユーズドのパンツを、うん、あの現物で販売しているんですけど、はい、まあ、今後ね、はい、ワイパーさんの方で、うん、また発売になるかも、そうですね、そうですね、あ、また仕事を増やしてしまう、スケジュールが許す限りです、新ネタも仕込みたいんですけど、そこは寺井さんの顔色を伺いますから、そこは既にバラクパンツとかいくつかのパンツの中でもう俺はお願いしてはあるので、はい、まあ、だからワイパーからも、はい、寺井さんシリーズが、はい、新ネタが出る予定になってますからね、そうですね、楽しみ、はい、ということで、はい、まあ、ざっとですが、はい、来年こんな感じの、はい、T シャツが発売になります。うん、はい、すごい。夏と全開でございます。はい、すごいですね。やっぱ色だけでこうなんていうんですかね、こう夏を感じ、季節を感じさせるっていう。デザインもいろいろあるんで、はい、本当にこう日頃ね、無地しか着ないよっていうユーザーさん、うん、結構多いと思うんですが、はい、まあ、これだけさっきも言いましたけど、やっぱ夏暑いんでね、はい、まあ、はい、夏の後半に向けてちょっとワンポイントアクセントが入ったものでも着ていただけるとよりコーディネートしやすいと思います、うん、はい、確かにメッセージ性もね、で、はい、音楽で楽しんで、そうです、アニマルの柄で、はい、可愛さで癒されてみたいな感じでね、素晴らしい、寺井さんのでぶっ飛んでいきます、そうですね、ぶっ飛ばしとかあとワンちゃんに癒されたりするね、そうそう、はい、あるそう、ちゃんといろんなあのメッセージ性が効果がありますんで、はい、はいはい、という感じです、素晴らしい、はい、はい、ということでグッドオン2025年ミッドサマーの展示会にお邪魔しました、はい、はい、まあもうね、先ほど話しましたけど素晴らしいテーマ、ね、メッセージ性が素晴らしかったです ね、はい、もうこんだけね暑い夏になると夏嫌いになっちゃいそうじゃないですか、はい、ね、みんな、はい、でそこでやっぱ音楽とかいろんなメッセージ性 で、ね、ファッションで楽しんで夏を乗り切ろうという、はい、素晴らしいです、楽しくね、はい、明るく、そうですね、楽しみましょう、はい、この中年男性が楽しめてる、はい、皆様にもできる、できますよ、できます、楽しんで夏を乗り切ろうということで、はい、私も洋服からビタミンをいただいてます、はい、確かに、はい、それはもう遊び心の塊でしょ、どう見ても、ね、確かに、誰一人としてベーシックじゃん遊びが入ってるというグッドもね、はい、いやけどグッド実はそう思われるじゃないですか、はい、シンプルなブランドでしょみたいな、はい、実はこうやって遊び心あるアイテムもたくさんありますよということで、はい、特に夏は楽しんでいただければなと思いますね、はい、はい、それでは皆さんまたグッドオンの展示会でお会いしましょう、はい、グッドオン。